皆さん、こんにちは。テレビに出ている芸能人はみんな良さそうな人ばかりで、あまり性格が悪い人なんていないんじゃないかと思う方も多いかもしれません。ただ芸能人だからこそ、ライバルを蹴落とすためにいじめをしたり、お金の力で不祥事を消したりもしているようです。他にも公の場で悪態をついたりなど、性格が悪いとして嫌われている芸能人がいます。そこで今回は性格の悪い芸能人を紹介したいと思います。加賀まりこさんとプリンセスプリンセスは仲悪かったと言われています。加賀さんが司会を務めるテレビ番組にプリンセスプリンセスが出演していた時の出来事が原因だったようです。これは加賀さんから失礼なことを言われたっていう事件です。番組出演の後に岸谷香織さんがラジオ番組で、あの人嫌い的な発言をしたとも言われてます。プリンセスプリンセスをなんか汚いと表現したようです。この発言は人気音楽番組夜のヒットスタジオスーパーで起きました。加賀さんは1989年から6代目司会者を務め、暴言ぶりが災いして元祖毒舌女王などと言われ伝説となっていました。当時の加賀さんの出演アーティストへの傍若無人な振る舞いは番組を面白くする演出とも言われていますが、視聴者からは反感や不評を買い、番組低迷の原因の一つになったとも言われています。加賀さんは初登場時に、歌手の人に媚びない司会をやりますと宣言し、その回にプリンセスプリンセスが登場しました。加賀さんは宣言通り、奥井さんに対しては豚生理中なんじゃないのなどの暴言を浴びせ、プリンセスプリンセス全員にはなんか汚いと攻撃しました。奥井さんは持ち歌の披露後に悔しさのあまり楽屋で泣き、番組終了後に生放送のラジオポップンルージュ TBS ラジオで加賀さんに対して、あのおばさん感じの悪い人本当に嫌いと激怒しました。その後加賀さんとプリンセスプリンセスはまた同番組で共演しました。その時は熱愛騒動で写真集をにぎわせていたメンバーを加賀さんがいじり出したのです。奥井さんはそれに激怒し、メンバー全員が夜ヒットへの出演を拒否し、しばらく出演することはありませんでしたが、その後 VTR での共演はありました。両者の間ではすでに和解していたと見られています。今の時代では即追放も考えられますが、当時は加賀さんのキャラが浸透していたからこそ許された発言だったのかもしれません。坂上忍、バイキングなどのバラエティ番組に出演していた司会者タレントの坂上忍さん、男が選ぶ好きな男嫌いな男ランキングにて嫌いな男部門で前人未到の3連覇を達成されていました。ここまで嫌われていると逆にキャラクターとして確立しているとも取れますよね。最近に限らず毒舌とも失礼とも取れる発言で嫌われてきた坂上忍さんですが、過去にはテレビ番組でブスが嫌いと公言されていた時期がありました。今までに坂上忍さんが発言したブス嫌い発言を簡単にまとめてみました。顔は玄関、ビジュアルから付き合って心の中に興味を持つのはそれからまずそうなものを食べたいとは思えないでしょう。まあつまんない美人と面白いブスがいたとして、どっちがいいといえば前者はセックスの対象にはなるな、付き合いはしないけど後者はどっちもないな、付き合うのはもちろんセックスだって嫌、なぜならブスだから、本当ブスは嫌いですね、同じ空気吸ってるだけで嫌と異常なほどに顔の美醜を重視した発言をしていました。共演者に対しても共演 NG の噂が出ています。2018年に4年半出演していたバイキングを卒業した小籔千豊さん、この降板の裏には坂上忍さんとの衝突があったと言われています。同年の4月に放送されたレスリングのパワハラ問題を扱った際には、小籔千豊さんが、僕も勉強不足かもしれませんが坂井さん支持派の意見があんまり聞こえてこないような、僕はどっちに肩入れしたいというよりも平等に聞きたいですねと発言したことに対して、報道の在り方に疑問を呈する前に、ご自身はどうお考えなんですかって聞いてんだよと
喧嘩腰に言い放っています。5月の放送内で福田純一前財務事務次官のセクハラ問題について取り扱った際には、小籔一豊さんが発端となったテープが編集されていたことや、本人も認めていない段階で罪を決めつけることに対して疑問を呈していると、罪もクソも財務省認めてんだよ、また振る相手間違えたかな俺と、小籔一豊さんに対して怒りをあらわにする場面がありました。小籔一豊さんはこの時期、とある MC のこととして対応に心が折れそうになる時期があったと話しており、これが坂上忍さんを指していると言われています。島田紳助、一時期テレビをつけると見ない日はなかったと言えるほど人気だった島田紳助さん、事件後はテレビには全く出演せず、現在は海外で生活しているなどと噂されています。そんな島田紳助さんは度重なる事件によって性格が悪いと言われています。島田紳助さんは過去に口の利き方が悪いとして吉本興業の女性社員を殴ったり、顔に唾を吐きかけるなどの暴行に及び、傷害罪で書類送検されたことがありました。これだけにとどまらず、2009年には TBS オールスター感謝祭の生放送中、シルク・ドゥ・ソレイユの生パフォーマンス中に収録前の楽屋挨拶に来なかったという理由で、当時若手だったお笑いトリオ東京ゼロさんの胸ぐらをつかみ恫喝する。2001年にはこちらも当時若手だったお笑いコンビ麒麟の田村博さんの番組内での発言が気に食わないとして、 VTR 終了後髪の毛を掴んでスタジオを引きずり回し、楽屋の壁に打ちつけるなどの暴行を働き、前歯とあばら骨を折るなどやりたい放題だったそうです。しかし自分よりも上のタレントに対しては腰が低かったようで、和田アキ子さんに対して、アッコさんは歌がうまいんだからカバーやったら売れますよと愛想笑いをしながらよいしょしたりなど、下の者には強く当たり上の者にはすり寄るという人間性が芸能界で知られていたそうです。泉ピン子、泉ピン子さんといえばドラマ渡る世間は鬼ばかりです。21年間にわたって放送され、全500回の平均視聴率は 20.6% を記録しています。国民的ホームドラマと呼ばれるほど愛された番組で、そこで女優として揺るがぬ地位を築いたのが泉ピン子さんでした。女優として認められていましたが、綿鬼現場では先輩女優や俳優の演技にクレームをつけたり、新人女優をいじめたりしていたようです。えなりかずきさんはピン子にいじめられ共演 NG を出していることは分かっています。えなりさんのことは子役の頃からの関係で、泉ピン子さんは特にえなりさんに厳しかったそうです。えなりさんへの叱責は演技だけでなく、えなりさんの私生活にまで口を出すようになりました。結婚相手は私が認めないとダメよと話したこともあったそうです。その事実がメディアに報じられると、泉ピン子さんは泣きながら橋田壽賀子さんや石井福子さんにやっていないと弁明して、いじめをもみ消しました。ドラマの副主人公にあたる岡倉節子役を演じていた名女優の山岡久さんが突然降板してからは、泉ピン子さんは傲慢不遜な態度を取るようになりました。そんな泉ピン子さんを起用していたのは人気脚本家橋田壽賀子さんがいたからでした。橋田さんが亡くなられてからは、綿鬼スタッフも泉ピン子さんの起用には積極的ではないようです。もともとスタッフからも敬遠されていたようで、泉ピン子さんが橋田さんの遺骨を持っていると主張した挙句、海洋散骨をでっち上げたことで両者の亀裂は決定的なものになりました。さらに自身が主演の朗読劇すぐ死ぬんだからの記者会見で、橋田さんの葬儀費用が35万円と激安で取り行われたと発言しました。そんなこともあり、橋田さんの代表作渡る世間は鬼ばかりのキャストを集めた追悼ドラマには泉ピン子さんの起用はありませんでした。泉さんが出るなら遠慮したいというスタッフ出演者が複数いたため、泉ピン子さんは招かれませんでした。細木数子、島倉千代子さんと細木数子さんの関係は
1977年から始まりました。当時島倉さんの内縁の夫が総額16億円と言われる負債を抱えていました。内縁の夫の収入では返済は不可能とされていたので、実質島倉さんの借金でした。借金を膨らませるだけ膨らませて夫は蒸発しました。その頃島倉さんは政治ブローカーの阿部正明さん宅に居候していました。島倉さんが債権者に囲まれていたところを助けたのが阿部正明さんの内縁の妻の細木さんでした。この時に細木さんとの接点が生まれ、島倉さんにとっては地獄の始まりでした。細木さんは債権者たちに3億円払ってチャラにしました。残りの10億円ほどは細木さんが債権者となりました。債権者になって興行権も細木さんのものになりました。それから細木さんは島倉さんを奴隷のように働かせました。それまで番組で歌っていた島倉さんですが、キャバレーやクラブで歌うことが増え、周りの関係者からは細木さんが怖くて誰も近づけないと聞きました。細木さんはてめえこの野郎とヤクザ口調で、明日の命だよ、死ぬ気でやれを口癖にしていたそうです。作曲家も作詞家もビビって、島倉さんに新曲を作ることはありませんでした。1977年3月にはミュージックオフィスという芸能プロを立ち上げ、3年間すでに返し終わっているかもしれない借金のため、島倉さんを死に物狂いで働かせたそうです。細木さん自身は島倉さんの負債額について2億円、4億円、16億円、13億円とその時々で言い分を変えていて、島倉さんは負債額がいくらか把握していなかったようです。細木さんへの借金は4年で2億円を返しました。あと1億返したら自由にしていいよと言われたので会社に泣きつきました。ところが借金の決着をつけたのは、私なのに礼はないのか、1億円くらいもらっても罰は当たらないよと言われ、都合2億円を細木さんに払いました。島倉さんが亡くなった時には4億円の現金と有価証券などが残されていたそうです。石田純一、バブル期を代表する俳優で、不倫は文化の言葉でも有名な俳優タレントの石田純一さん、3回の結婚を経験しており、性格がクズとして有名ですよね。そんな石田純一さんの不倫は文化発言に至るまでをご紹介します。1度目の結婚時に留学中に相手の心が移ってしまい、離婚した経験を持つ石田純一さんは、今度は経済的社会的な地位でも自立してからにしようと思い、30代半ばになった頃、女優の松原千明さんと結婚しました。結婚当初は交際中と同様に家で一緒に過ごすなど、二人の仲は円満そのものだったそうですが、当時の石田純一さんは大ブレイク中で、ロケで家を空けることも多かったといいます。それでも松原千明さんは売れっ子なら当然のことと思い我慢しますが、石田純一さんは次第にゴルフコンペやお偉いさんと打ち合わせなどと言い、家に帰る日数を減らしていったそうです。そしてある日、石田純一さんに電話した際に、昨晩はどうしたのと聞くと、石田純一さんは僕はもう帰らないと突然宣言し、それからというもの本当に帰ってこなくなりました。それでも松原千明さんはいつか帰ってくる、娘のためにも離婚できないと思い、幸せな仮面夫婦を演じていましたが、1996年10月週刊誌によって石田純一さんの不倫が報道され、コメントを求められた際にした、文化や芸術といったものが不倫という恋愛から生まれることもあるという発言が、不倫は文化と大々的に報道されたことが不倫は文化発言の事件の顛末でした。そしてこの報道が娘の小学校受験の前日に報道されたことで、娘の受験は失敗、公立の小学校に通い始めますが、石田純一さんのこともありいじめられるように、松原千明さんはマスコミに追われ続ける毎日と、娘のいじめから解放されようとハワイに移住し、翌年に離婚を決断しました。安葉、シンガーソングライターでタレントの安葉さん、これまで元旦那の春風亭小朝さんを金髪豚野郎と罵るなど、数々の奇行が伝説となっています。安葉さんと春風亭小朝さんが
離婚したのは2007年11月12日。翌日に東京日比谷にある帝国ホテルの宴会場にて離婚記者会見を行っています。一般的に離婚記者会見は別々の場所で別々に行うものですが、安羽さんと春風亭小朝さん2人揃っての会見でした。この会見では離婚後も仕事は続けていくこと、浮気が離婚の原因ではないと、あくまでも円満離婚であることを強調していました。ただ安羽さんは家庭内の会話はほとんどが仕事の話とこぼしていましたので、すれ違いが離婚の真相なのかもしれません。安羽さんは坂口安里さんの事件でなぜか元旦那春風亭小朝さんの DV を暴露し始めました。2017年4月23日に自身のブログを更新し、その時のタイトルは坂口安里救済計画でした。内容は坂口安里さんの母親坂口涼子さんを褒めてから男運最悪でしたとディスっています。次のブログのタイトルは告発で、その内容は元旦那の春風亭小朝さんのことでした。そのブログでは訴訟に踏み切る意向を宣言しました。会見では度重なる暴力が原因であることを説明し、左耳の聴力が低下しています、音楽家として致命傷なんですけど、これは後遺症ですと静かに語りました。布団でぐるぐる巻きにされて、2階から突き落とされたり、逆さづりにされて、食パンを口に詰め込まれたり、熱い味噌汁をかけられたこともあったそうです。ただこの話は嘘だという声もあります。 PTSD を盾に何をしてもいいと思っているようで、安羽さんの元マネージャーに CD 制作費を押し付けたそうです。安羽さんはディレクター代やミュージシャンなどへの CD 制作費も払っていませんでした。600万円近くある CD 制作費を払わずにいると逮捕される可能性もあります。森本レオ俳優やナレーターとして活躍し、一時期は理想の上司ランキングで6位を獲得するほど人気を博していた森本レオさん、しかし結婚していながらも若い女性と不倫し、さらにその後の会見で衝撃の発言をしています。温厚なイメージで人気のあった森本レオさんですが、2002年、20代の画家志望の女性と都内の自宅マンションで不倫をしていたことが週刊誌によって報道されました。この報道時点ですでに1年半にわたって関係を持っていたそうです。当時森本レオさんは59歳で、結婚から31年が経過し家族とは別居していました。娘より若い年齢の女性との不倫を記者が突撃取材した際には、記者に自慢するような口ぶりで語り、役者というのは色気が商売みたいなもんだからと悪びれる様子もなかったそうです。もちろんこのスクープに世間は過熱し、この盛り上がりを感じてか森本レオさんは会見を開きました。誰もが謝罪会見だろうと思っていたこの会見で、森本レオさんは不倫相手の女性を愛人と呼んだり、男女の付き合いは異文化交流のようなもの、今日はさすがに会えないなと発言、これまでのイメージとはかけ離れた姿を見せました。ですがこれでは終わりませんでした。不倫報道の半年後、女優の水沢亜紀さんが17歳のデビューして間もない頃に、演技指導という名目で森本レオさんに同意なく行為を強要されたと告発したのです。この告発に対して森本レオさんは合意の上だったと弁明しましたが、合意の上だったとしても当時30歳だった森本レオさんが17歳と関係を持つことは問題があります。他にもそれから約4年後、女優の石原真理子さんがデビューしたばかりの1981年に演技指導の名目で同意なく行為を強制されたと告発しました。森本レオさんはこれに対しても同意の上だったと言い、加えて1年間の真剣交際中だったとしましたが、この時期にはすでに結婚していたため真剣交際は詰まるところ不倫です。森本レオさんは1度目の不倫を思わぬ形で晒すこととなりました。黒木瞳、元宝塚劇団月組のトップを務め、現在は女優の黒木瞳さん、黒木瞳さんの娘市島恵子さんは青山学院幼稚園に入園後はそのまま青山学院初等部、青山学院中等部と順調に内部進学をしていきました。
その青山学院中等部で陰湿ないじめがあったと2012年8月複数の女性週刊誌が報じました。記事にはある有名私立中学に通う大物芸能人の娘による陰湿ないじめ事件とありました。この大物芸能人の娘というのが黒木ひとみさんの娘さんとなっています。2012年の5月青山学院中等部で芸能人の娘が仲間3人とある男子生徒2名に2万円を払って同級生の女子生徒をトイレで暴行したとされています。トイレの中に連れ込んだ男子生徒2人は個室内で女子生徒のスカートをめくり上げブラウスまで剥ぎ取ったそうです。その一部始終をビデオに録画し映像では胸まであらわになっていたそうです。さらにいじめっ子たちがその動画を他の生徒に見せたのでクラスの半分くらいの生徒の目に触れてしまい女子生徒は心身ともに大きな被害を受けたそうです。この事件によって男子生徒1名は退学処分となったようですが、もう1名の男子生徒と市地萌子さんを含む女子生徒らは直接手を下したわけではないとして数日間の停学処分で済んだそうです。退学にならなかったのは黒木ひとみさんが青山学院に多額の寄付したためだと言われています。黒木ひとみさんは学校側に3000万円ほどの寄付金を積みお金の力で退学処分を阻止したとも言われているのです。マナ娘に退学歴をつけたくはなかったと思われます。停学という軽い処分に他の生徒の親族からは当然反発の声も上がっていたようです。黒木ひとみさんのお家が多額の寄付金を青山学院に納めていたことや電通勤務である父親の力もあったことからメディアでもこういった情報は報じなかったとされています。いじめにあった女性は芸能活動をしており現在はアイドルとして活躍しているそうです。いじめをした市地萌子さんはニューヨークのセレブ学校に転学したと報じられています。この学校は慶応義塾ニューヨーク学院と言われこの学校を卒業後は 100% 慶応義塾大学に進学できるとのことです。テリー伊藤ワイドショーなどの番組に出ては際どい発言をし世間をざわつかせる元テレビマンのテリー伊藤さん賛否両論ある発言をし続けて嫌われている人からは徹底的に嫌われている印象があります。そんなテリー伊藤さんのエピソードを紹介します。2019年にジャニー北川さんが亡くなりテリー伊藤さんはジャニー北川さんの功績を称えていました。しかしその後ジャニーズの公演行くと正直な話言って関係者以外みんな女性なんですよ。お客さんがジャニーズはこんなレベルが高い演出やってるから本当は男性の方に見に来てもらった方がいいですよ。お客さんはアイドルの顔を見に来ているけどやっているもののレベルは高い本当にもったいないと発言。自身が演出家を経験していることもありジャニーズの演出を褒めようとしたのかもしれませんがこのファンを貶めるような物言いにバッシングが相次いでいました。他にも2016年白熱ライブビビットという番組で家庭内別居のリアル妻たちを怒らせた夫の NG 発言という特集があった際50代女性の投稿者の三男を出産する際に陣痛に苦しむ投稿者に対して夫が大げさすぎるようるさいと発言し離婚を考えるも3人の子供を一人で育てる自信がなく今でもそのまま暮らしていますとの悩みを聞きテリー伊藤さんはこれ多分ね大げさだったんですよ。だってもう3なんでしょ。前の時楽だったのに今回大げさじゃないかって投稿者が笑い取ろうとして言ったんじゃないとコメント。この発言に番組に出演していた女性や視聴者から非難が殺到。テリー伊藤さんは過去に人の悪口を言ってるつもりで喋ったことなんかないですよ。何かいいことしたいとか思いの中で喋っているわけじゃないですかと話していたのでこれは本当に褒めようと思っての発言なのでしょう。大竹まことシティボーイズの一員として知られお笑いタレントのほかに俳優
ラジオパーソナリティなど幅広く活躍している大竹まことさん。そんな大竹まことさんはとある大事件を起こしていました。大竹まことさんは1988年にはバラエティ番組タモリのいたずら大全集の生放送中、タレントの山瀬まみさんと大喧嘩をしています。当時山瀬さんはデビュー間もない18歳のアイドルだったのですが、そんな山瀬まみさんのトーク中、大竹まことさんが山瀬お前失恋したんだってなと言って絡み始めると、勝ち気な山瀬まみさんはそれに応戦し、取っ組み合いの喧嘩に発展すると、大竹まことさんは山瀬まみさんを押し倒した上に引きずり回し、衣装の上着を剥ぎ取ったのです。これにショックを受けた山瀬まみさんは泣き始めてしまいました。しかし山瀬まみさんは負けず、大竹まことさんのつけていたピンマイクが壊れたのを見て、マイク壊してんじゃねえよバーカと食ってかかると、これに大竹まことさんは逆上。大竹まことさんは壊すってのはこういうのを言うんだよと言って番組のセットを次々と破壊したのでした。そのあまりの剣幕と行動は凄まじかったそうで、近くの観客も大竹まことさんに怯えていたそうです。以来大竹まことさんは20年もの間日本テレビを出入り禁止となっており、山瀬まみさんもしばらくは大竹さんとの共演を NG にしていたのですが、時を経て大竹まことさんが山瀬まみさんに謝罪すると、2008年にドリームプレス社、2009年にはぴったんこカンカンスペシャルなどで共演。しかも共演した際にはこのエピソードを披露しており、今では本当にわだかまりはなくなっているようです。恵比寿義和、無類のギャンブル好きとして知られ、テレビなどの印象から広くクズとして知られている漫画家恵比寿義和さん、クズどころかサイコパスとも呼ばれる恵比寿義和さんには様々なエピソードがありました。その中のいくつかを紹介します。一つ目は三浦淳さんとのエピソードで、ある日恵比寿義和さんが突然500円玉を落としたと騒ぎ始めたのだとか、あまりに必死なので一緒にいた三浦淳さんも探すのを手伝ったそうなのですが、30分以上探し続ける恵比寿義和さんに疲れ果てた三浦淳さんが、もう帰りましょうよと促すと、恵比寿義和さんは悔しそうに、じゃあもういいですよ、あげますよ500円と言い放ったそうです。二つ目は大竹まことさんが交通事故で相手を死なせてしまった、その謹慎明けのテレビ番組でのことです。番組で恵比寿義和さんは大竹まことさんとに突っ込まれると、小さな声で人殺しと言い返したのだとか、大竹まことさんはこの返しを聞きどのような顔をしていたのでしょうか。三つ目はさんま御殿でのことです。奥さんを亡くしてしまった岸辺四郎さんが一人で寂しい生活のことを語っていると、恵比寿義和さんはなんと奥さんと別れたんですかと質問しました。これにはさすがの岸辺四郎さんも不愉快そうに、死んだんだよと返すと、恵比寿義和さんはへへすいませんとニヤニヤしていたと言います。四つ目は子供を死産してしまった恵比寿さん夫婦の話で、その後その子供が障害を持っていたことが分かったそうです。なんと恵比寿義和さんはこれを聞き、やったと大喜びしたそうです。さらにその後遺体をサンプルとしてほしいと言われると笑顔で死体をあげていたとか。ちなみにその息子さんの遺体は現在ホルマリン漬けになっているそうで、さらに恵比寿さんはうちの子供見に来ませんかと人を誘い、病院の研究室に連れて行っては笑顔で紹介するのだそうです。性格が悪いというよりもはや怖くなるようなエピソードでした。ちなみに漫画の神様手塚治虫さんは生前に恵比寿義和さんのことをあんなの野放しにしたら僕の築き上げた日本漫画全体がダメになると話していたそうです。藤田のり子、美魔女タレントの代名詞とも言える藤田のり子さん、現役時代
各界のプリンスとも言われた二子山親方と、女優として活躍していた藤田のり子さんは、美男美女カップルとして話題を集めました。おしどり夫婦としてもメディアに出ていましたが、二人の息子である若乃花と貴乃花が相撲界で活躍した2001年に藤田のり子さんの浮気疑惑が持ち上がり、それが離婚理由となって藤田のり子さんと二子山親方は別れてしまいました。二子山親方からの束縛に嫌気がさし、藤田のり子さんは浮気相手の医師と関係を持ったと言われています。その浮気相手は藤田のり子さんよりも年齢が18歳年下の医師とされています。その医師との馴れ初めは入院先の自衛隊病院で藤田のり子さんの担当医となったことだと言われています。他にも不倫相手に挙がっているのが輪島さんです。藤田のり子さんと二子山親方と輪島さんの3人は周囲も認めるほど仲良しで、頻繁に交流があったそうです。輪島さんは二子山部屋にもたびたび訪れて、時には宿泊することもあったようですので、藤田のり子さんとの間に何もなかったとは言い切れません。貴乃花が輪島さんに似ていることから、藤田のり子さんが輪島さんと浮気をして貴乃花を出産したという噂もあります。これに関しては当の藤田のり子さんはDNA 鑑定してこの噂が完全なデマであることを証明したいと言っていました。しかし、ところがある日を境に金庫の中に大切に保管されていた髷がなくなってしまったということです。亡くなられている輪島さんの DNA を取るのは髷しかありませんでした。その大事な髷がなくなり、そしてそのある日というのが藤田のり子さんと輪島さんが不倫関係にあったのではないかという報道が出始めた日なのです。もうこの段階で完全に白とは言い切れませんが、髷がなくなってしまった以上、輪島さんと貴乃花の親子関係を DNA 鑑定することが難しい状態となりました。藤田さんは二子山親方との離婚理由を、それを言えたら楽ですけど絶対に言いません、明かすことはできないと語っています。もしかしたら先ほどの髷紛失に何か関係があるのかもしれませんね。武田鉄矢、現在でも3年 B 組金八先生として若者にも知られている歌手俳優の武田鉄矢さん、海援隊のボーカルとしても広く知られています。そんな武田鉄矢さんですが、性格が悪いことで有名で、多くのエピソードが知られています。このエピソードをいくつか紹介します。一つ目は、武田鉄矢さんがある空港にいた時に知らない親子から一緒に写真を撮ってほしいと頼まれた際の話です。ファンであろう親子から写真を頼まれた武田鉄矢さんは、他人のあなたとなぜ一緒に写真を写らなければならないのですかと言い、冷たく断ったとのこと。この話を聞いた上沼恵美子さんは、ファンと一緒に写真を撮るのはありがたいこと、何言うてるの武田、いい加減にせなあかんでと怒ったそうです。いくらプライベートだったとはいえ、確かにこの断り方はファンにとってはショックだったかもしれません。次は、武田鉄矢さんは過去に金八先生のロケ中に集まってきたファンに対して、あの人たちは街頭に集まるがですと言い放ったという話がありました。先ほどの上沼恵美子さんではありませんが、ファンへの軽視が激しい方ですね。そんな武田鉄矢さんですが、冷たい態度はファンだけにとどまっていませんでした。武田鉄矢さんは過去に浮気をしたことがあるようで、それが奥さんにバレた後、奥さんの立場が強くなったそうです。そのことを鬱陶しく思うようになった武田鉄矢さんは、奥さんが寝ている間に、このままぽっくり言ってくれないかな、と思ったことがあるとのこと。自業自得にもかかわらず、この言い草は、奥さんからしたらたまったものではありません。家族だけでなく、武田鉄矢さんは3年 B 組金八先生で金八先生役をされていましたが、生徒役で出演していた田原俊彦さんや杉田香織さんから嫌いと言われていたそうです。その理由は、武田鉄矢さんが生徒役の役者に対しエコひいきが激しかったからだと言われています。また、
年に1回開催される金八先生の会というのがあるみたいですが、田原俊彦さんはそれに1回も出席していないと2015年に告白しています。その理由は武田鉄矢さんがあんまり好きじゃないからだそうです。というのも武田鉄矢さんは生徒役の田原俊彦さんに対してドラマのセリフ以外で一切話しかけない。田原俊彦さんが芸能界に残ろうか悩んでいた時に武田鉄矢さんは俺は残るなとアドバイスしてやったと言ったなどのエピソードがあるようです。ここには出てきていない芸能人の方々にも武田鉄矢さんは嫌われているそうです。小川智子、女優や歌手として大きな人気を集めていた小川智子さん、女優として多忙を極めながらも夢のスタジオという番組では司会も務め、タレントとしてもお茶の間の人気者となりました。時同じくして歌手の和田アキ子さんも人気を博していました。そんな二人には不仲説があり、小川智子さんが和田アキ子さんをいじめていたと言われています。小川智子さんと和田アキ子さんの二人の関係は先輩後輩の関係です。デビュー自体は小川智子さんが数年早く、年齢的には学年で2つ上になります。小川智子さんが和田アキ子さんをいじめていたそうです。何をされたかといったはっきりとした内容は明かされていませんが、過去に和田アキ子さんが自身の番組で若い頃のいじめを告白していました。その時は和田アキ子さんのスニーカーにマジックで男女と落書きされたそうです。当時は共演するたびに小川智子さんからしつこくいじめられていたようです。スニーカーに落書きするだけでなく、男がいるから着替えられないと暴言を吐いたり、同じ色の衣装だった時には着替えなさいと無理やり別の衣装へ変えさせられたりしたこともあったのだそうです。必要以上にいじめられ、和田アキ子さんは一人でトイレで隠れていつも泣いていたのだそうです。二人は若い頃にテレビ番組でも共演していて、バラエティ番組で共演した時には小川智子さんから顔面を掴まれたこともあったそうです。その時の様子は当時の視聴者の目にはリアクションできず苦笑いする和田アキ子と映ったようで、じゃれ合いではなく明らかにいじめだったそうです。そんなこともあり共演 NG になっているようです。これは過去に和田アキ子さんが自身のテレビ番組で共演 NG のタレントを聞かれた際に過去にいじめを明かしたことが要因になっています。いじめられた相手についてははっきりとはしていないものの、特徴や関係性から共演 NG の相手は小川智子さんの可能性が高いです。現在も関係は回復しておらず、廊下ですれ違った時に軽く挨拶する程度のようです。未だに共演 NG と和田アキ子さんが話しているようです。和田アキ子さんはそういう先輩には絶対になっていけないなと思いましたと強く語っています。張本勲、2021年で降板するまでサンデーモーニングのご意見番として賛否両論のしゃべりを披露していた張本勲さん、しかし前述のように問題発言も多く、よくさまざまな方々から批判を受けていました。代表的なものの一つでは、東京五輪のボクシング女子フェザー級で金メダルを獲得した入江聖奈選手についてのコメントが記憶に新しいのではないでしょうか。張本勲さんはこの金メダル獲得について、女性でも殴り合い好きな人いるんだね、見ててどうするのかな、嫁入り前のお嬢ちゃんが顔を殴り合ってこんな競技を好きな人いるんだと、女子ボクシングの選手とファンをけなすような発言をしました。この発言に対して日本ボクシング連盟の会長が抗議文を発表するまでの事態となり、張本勲さんは翌週の放送で謝罪をすると思いきや、実際に頭を下げたのはアナウンサーの唐橋由美さんで、張本勲さんは今回は言い方を間違えて反省しています、以後気をつけますと用意されたような謝罪文を読むだけに止めました。この謝罪がさらなる波紋を呼んだのは言うまでもありませんが、張本勲さんの失言はもちろんこれだけではありません。2015年には
当時 J2 の横浜 FC でプレーしていた日本サッカー界のレジェンドである三浦知良さんに対してもうおやめなさいと言い放ち、加えて J2 は野球でいうと2軍だから話題性がないなど J リーグを軽視するような発言をしています。張本勲さんは過去に何人かの野球選手が惜しまれながら引退した VTR を見て、今の選手は幸せだね、泣いている人もいた、ウグイス嬢も泣いていたよとコメントすると、自身の引退試合について、私3000本安打ですよ、日本記録も3つ4つ持ってるんですよ、ケラケラ笑われましたよ、性格が悪いからでしょうねと自虐的に自身の性格が悪いことに触れていました。久本雅美、熱狂的な宗教法人創価学会の信者として有名な久本雅美さん。久本雅美さんはその熱心さでタレントたちに勧誘を進めており、他の芸能人を学会に入会するよう勧誘している、勧誘に従わなかった芸能人を意識的に干しているとの噂があります。女性らしからぬ下ネタを扱うという芸風について悩んでいた時に、創価学会名誉会長の池田大作氏と出会い、この出会いで悩みが吹っ切れたことで池田大作氏に傾倒していったと言われています。そして1984年9月28日に入会、以来久本雅美さんは熱心な学会の信者となっています。創価学会に人を勧誘することが大切な任務であり、勧誘すればするほど学会における地位も上がっていくという制度があるようです。久本雅美さんの学会内は芸能部、芸術部といわれる数多くの有名人が所属する部署に所属しているようで、その影響力は幹部クラスと言われています。その久本さんの勧誘を断ったり、意に沿わない行動にでも出ようものなら突然レギュラー番組を卒業させるのだそうです。実際に被害に遭った芸能人はたくさんいます。久本雅美さんと共演していた俳優の加藤春彦さんは猛烈な勧誘を断ったことで彼女の怒りを買い、6年間レギュラーを務めた相乗りを突然卒業させられました。若槻千夏さんも久本雅美さんと共にメレンゲの気持ちで司会をしていました。番組内での2人の掛け合いは見ていて面白く、仲は良好なようにも見えました。しかし学会入会を拒否した若槻さんが2007年に番組を突然卒業しました。うっちゃんなんちゃんの内村光良さんも被害者のようです。内村プロデュースで準レギュラーだった学会員のモンキッキーさんと原口あきまささんがレギュラー陣をしつこく勧誘していたそうです。それを見ていた内村さんが、信仰は自由だけど押し付けは良くないと諭しました。勧誘の邪魔をされたと久本雅美さんに報告すると、内村さんの出演番組は次々と終了に追い込まれました。内村さんはテレビから10年もの間姿を消すことになってしまいます。内村さんは鬱になって自殺未遂もしたと言われています。斉藤由貴、1984年にデビューしトップアイドルだった斉藤由貴さん、1994年に一般男性と結婚し、現在は3児の母です。ただ不倫は定期的にしています。最初の不倫は歌手の尾崎豊さんでした。二人は1991年に北海道旅行をしていたと週刊誌が報じ、関係が発覚しました。斉藤由貴さんは昨年から会ってないと一度は交際を否定するも、その後本当に仲良しなんです、同志みたいな感じと交際密会を認めたのです。当時斉藤由貴さんは独身でしたが、尾崎豊さんには妻子がいたため二人は不倫関係でした。二人目は俳優の川崎麻世さんです。斉藤由貴さんは会見で、川崎麻世さんと1週間に6回も会ったことがあると明かし、良くないことだと分かっていても会ってしまうと明かしました。もう会うことはないと宣言しました。川崎麻世さんも会見を開き、彼女にキスしたいと思ったし、すごく素敵に見えて惹かれていったと
行為があったことを認めています。そして3人目は医師の男性です。これは2017年に発覚し、50代医師とのダブル不倫が報じられました。その内容は、2人はそれぞれの自宅とは別の賃貸マンションの一室で密会していたというものでした。不倫を否定したものの、その後キス写真が流出したことで観念し、男性も斉藤由紀さんも不倫関係であったことを認めました。不倫関係はあったものの、離婚には至っていません。斉藤由紀さん、今年も不倫しました。その相手は3度目の不倫相手の医者です。不倫が終わっていないことを思わせる出来事があったそうです。不倫後の離婚で財産を前妻に取られたことや、現在斉藤さんの離婚問題の相談に乗っている関係だとしています。斉藤由紀さんは、泣いてしまったからといって関係が続いていたと言われるのはとても不本意ですと話しています。斉藤由紀さんの夫は離婚について、子供か、大きくなったら離婚しますとコメントしています。不倫発覚後、出演していた CM や予定していたドラマの降板がありましたが、現在は芸能活動を再開に向けて進んでいます。石原真理子、80年代の大ヒットドラマ不揃いのリンゴたち TBS 系に出演し、清純派女優として一世を風靡した石原真理子さん、不貞スキャンダルに宗教活動、部屋写真集出版と何かとお騒がせな女優として有名になりました。そんな石原真理子さんは、自叙伝不揃いな秘密にて13人の男性たちとの交際を実名で赤裸々に告白しました。玉置浩二さんや明石家さんまさんなど芸能界のスターたちの名前がありました。無責任な行動に世間からは、書かれた人の了承は取ったのか、実名での恋愛暴露に対する道義的責任はと批判の声が寄せられました。石原真理子さんは、当時は本当に愛していたし、今も素晴らしい思い出、感謝の気持ちを込めて実名にしましたと悪びれる様子もありませんでした。衝撃の告白本を出した翌年にはアメリカで逮捕されていることが判明しました。石原真理子さんは、米滞在中の1997-2003年に男性へのストーカー行為で2度の逮捕歴がありました。1997年には男性に年間30通計60通の手紙を書いたこと、自宅周辺に何度も出没したことでストーカー行為とされました。私はあなたを離さない、それが嫌ならあなたは私を撃つしかない、私が拳銃を買うわという手紙を出していたそうで、男性は6年間彼女に苦しめられたと明かしています。その中の一通には、殺してやるといった文言があったそうです。2003年には別の男性にストーカーしました。30日間男性に近寄ってはならないと命令を受けたが、日にちを勘違いし期間終了前に会い逮捕され、禁錮125日の有罪判決を受けました。それでも石原真理子さんは自身を被害者だと強く主張しています。2度の逮捕歴は認めたものの、現地の占い師に誘導されたもので、その占い師には約4000万円も貢がされたと話しました。さらに記事掲載した雑誌に対し提訴する考えで、勝率については勝つでしょうね。過去の判例を見ても、刑に服したことを暴露してはいけないのですと自信満々で話していました。徳光和夫、フリーアナウンサータレントとしてテレビなどに出演している徳光和夫さん、ギャンブル好きや失言などでも知られている、問題行動の多い方ですよね。そんな徳光和夫さんは、芸能界の中でも超大物と共演 NG の噂がありました。この話は2010年に端を発します。2010年に24時間テレビのメインパーソナリティだった徳光和夫さんは、ビートたけしさん、タモリさんと並び、お笑いビッグ3と呼ばれている明石家さんまさんに出演依頼を出したそうです。しかし明石家さんまさんは、
チャリティーなのにギャラが出るのはおかしいとして24時間テレビへの出演を拒否、そして出演依頼を断られてしまった徳光和夫さんは、明石家さんまさんに腹が立ったのか、さんまを見て一度も笑ったことがないと番組内で吐き捨てたといいます。以降、徳光和夫さんと明石家さんまさんは共演 NG になってしまったそうです。実際に24時間テレビには明石家さんまさん以外にもチャリティーにもかかわらず出演料などの莫大な金額が動いていることに、芸能人や視聴者から懐疑的な声を向けられることも少なくありません。他にも最近では2023年のプロ野球クライマックスシリーズについて巨人が出場していないことから CS 中は喪に服しているわけです。おそらくクライマックスシリーズを見ることもないと思います。そんなに関心があるわけじゃないけどなど、選手やファンに失礼な発言を連発。この全く顧みない発言に周囲や視聴者は辟易しているそうです。関口宏、最近ではサンデーモーニングを降板する話で話題になっていた関口宏さん、1960年代からテレビに出演している大ベテランです。そんな関口宏さんは度重なる失言などから性格が悪いと噂されています。関口宏さんはもともと視聴者から勉強不足が叫ばれており、ゲスト出演する専門家や選手に対して失礼な態度を取ることが少なくありませんでした。まずは2018年に放送されたロシアワールドカップの話題にて、サッカー日本代表が7月28日に行われたポーランド戦で決勝トーナメントに行くために戦略的に時間稼ぎをしたことに対して、例えば審判がチームに対するイエローカードは出せないのか、そういうのやってだって時間稼ぎ無駄じゃないですか、イエローカードでも出せばいいんだよねと発言。確かにこの戦術は賛否両論ありましたが、監督の結果にこだわったこの戦術によって日本代表は決勝トーナメントへ進出することができました。この発言にサッカーファンからは、進出できなかったらできなかったで叩くくせになど批判の声が相次いでいます。他にも2022年に海底火山が噴火して、気象庁が日本各地に津波警報や注意報を出したため、サンデーモーニングでは警報や注意報が発された地域を地図を出して報道していた時の津波の警報を出すために、日本地図をあそこに出さなきゃいけないんでしょうか。ちょっとこれは見にくいかもしれません、なんだかよくわかりませんとの発言や、女子高校生が自己新記録を出した話題に、この程度じゃね、五輪の陸上女子 1500m で田中希実さんが入賞したことに対して、この人もオリンピックでも女子としては頑張って入賞しましたよねなどバッシングを受けるような発言を繰り返していました。工藤静香、80年代を代表するアイドルの工藤静香さん、工藤静香さんは過去に YOSHIKI さんと交際していることが明らかになっています。1994年にはロスでの半同棲生活も報じられました。工藤静香さんは YOSHIKI さんと共にロサンゼルスに滞在していました。泥酔状態の YOSHIKI さんが飲酒運転とスピード違反で現行犯逮捕された時、助手席に乗っていたのは工藤静香さんでした。マスコミの取材に2人は潔く交際宣言しました。その後も2人の交際は順調で、工藤静香さんの誕生日にはYOSHIKIさんが婚約指輪を贈りました。しかしその年の夏過ぎには工藤静香さんの左手で輝いていた指輪も消えていたそうで、翌年のパーティーの席でもう彼とは会っていませんと破局宣言しました。その後工藤静香さんは木村拓哉さんと結婚し、幸せな家庭を築いています。そんな工藤静香さんが元彼のXJAPAN YOSHIKIさんと現在も連絡を取り合っているそうです。そのことをYOSHIKIさん本人に暴露されました。それは紅白終了後、YOSHIKIさんの動画チャンネルの生配信で起こりました。生配信にはザラストロックスターズの
メンバーらも出演しました。お酒を飲みながら紅白の話題で盛り上がっていた最中、酔いが回ったのか、吉木さんは唐突にこう切り出しました。あ、そう、紅白に静香がいて、今日静香がたまにアドバイスいただきます。電話する仕草で、この彼女どう思うとか、慌てたハイドさんらが止めに入ったことで、それ以降の元カノへの言及は終わりました。破局からしばらく経ち、二人は再び親密な間柄になっているのかもしれません。不倫が噂されている工藤静香さん、女優の中山美穂さんとは30年不仲のようです。二人はデビューした年が近く、番組で共演する機会も多かったです。初めのうちこそ仲良しでしたが、人気絶頂の田原俊彦さんをめぐってトラブルになりました。新春隠し芸大会内のドラマで田原さんと工藤静香さんが恋人役で共演したことがきっかけなのかは分かりませんが、二人が意識し合うようになり、ある歌番組で二人が手をつないでいました。その様子がテレビに映ってしまい、それを見ていた中山さんが大激怒して、田原さんとの関係がこじれ、工藤静香さんとの親友関係も崩壊しました。ただ現在は関係修復しているようで、人生最高レストラン TBS 系で中山さんが工藤静香さんとの関係を口にしました。30年前のドライブの話で懐かしそうに話していました。尾崎茂美、カリスマシンガーの尾崎豊さん、民家の庭先で傷だらけになった尾崎豊さんが発見されました。尾崎豊さんは自宅で亡くなるのですが、死因は排水腫だとされてきました。当時尾崎豊さんは毎日食事を取らず、浴びるようにウイスキーを飲んでいたそうです。当初運ばれた病院では医師に、命に関わる状況だから専門病院で見てもらった方がいいとアドバイスされたのに、尾崎豊さんは妻尾崎茂美さんと一緒に自宅へ戻ったそうです。夫のことが心配なら家に帰らず病院に行くのが賢明です。その後尾崎豊さんは数時間後に自宅で亡くなったため、何か隠しているのでは、妻が関与してるのではなどの噂が流れました。発見時の尾崎豊さんは満身創痍だった上に全裸の状態でした。尾崎豊さんは持っていたセカンドバッグの中身をぶちまけ、ブロック塀に何度も頭を打ちつけていたといいます。薬物の疑いに対して搬送先の病院に駆けつけた妻尾崎茂美さんは、薬物はやっていない、医師が打った鎮痛剤でおかしくなっているだけと説明したそうです。ですが後の裁判で体内から薬物反応が検出されていたことが明らかになりました。この薬物は尾崎茂美さんが尾崎さんに無理やり飲ませたと考えられています。15年後に飛び出した新証言は尾崎茂美さんの犯行に現実味を感じさせるものでした。証言をした黒い組織に所属する匿名の男性によると、あの日シラフの尾崎さんを薬物入りの酒で錯乱状態に陥らせ、数人で集団リンチを加えたのだといいます。死因は排水腫ではなく外傷性くも膜下出血でした。男性は暴行の理由は黙秘していますが、尾崎茂美さんの一連の行動に伴って妻の謀殺説も浮上しました。犯行が明るみに出ることを恐れてか、復讐しに来る尾崎さんのファンを恐れてか、尾崎茂美さんは海外逃亡を図りました。尾崎茂美さんは尾崎さんが亡くなってから2年後アメリカへ移住をしました。帰国したのは2007年で、それまでロンドンで暮らしていたようです。北島舞、芸能界引退された北島舞さん、北島舞さんは長い交際の末大沢みきおさんと1996年に結婚しました。その時北島舞さんは妊娠3ヶ月で授かり婚でした。しかし2005年に離婚しています。発表された離婚理由は性格の不一致とのことです。2008年に大沢みきおさんは一般人の女性と再婚し、息子もそのまま同居し、3人で生活を送っていました。
しかし2012年に大沢幹夫さんの夫人が不妊治療により受胎するも死産。そのため大沢さんは自分の DNA に問題があるのではと考えて、さらに長男が自分に似ていないことから、大沢さんは長男と共に病院に行き DNA 検査を受けることにしました。大沢さんの息子ではないと結果が出ました。息子さんはその内容と大沢さんの発言を知ったとき、ショックで部屋で大泣きしていたようです。その鑑定結果をもって白黒はっきりさせたい大沢さんは、北島麻衣さんに再検査をいつでもすると伝えておいて、北島麻衣さんは一向に応じませんでした。北島麻衣さんの不倫相手は3人挙がっています。1人目は奥田瑛二さんです。大沢さんの弁護士と北島さんの協議が行われ、その場で弁護士から奥田さんの子なのですかと聞かれた北島さんは、付き合っていた時期が妊娠した時期と違いますと答え、妊娠は否定したものの奥田さんとの交際は認めました。奥田さんも否定されています。2人目は石田純一さんです。その根拠として1996年4月に南青山で北島さんと石田さんが深夜二人っきりで飲んでいる姿が頻繁に目撃されていたからです。同年3月頃に北島さんが大沢さん以外の男性という特徴に合い、長男を出産した時期と辻褄が合います。ただ石田さんは連絡先も知らないと否定されています。3人目は布施石康弘さんです。芸能マスコミの間では布施石さんの名前が有力視されています。布施石さんは親しい関係者や身内に自分が北島を妊娠させてしまったなどと吹聴していたそうで、それが今になってメディアにも伝わってきたとのことです。実際に息子さんと顔が似ているようです。いかがでしたか。今回は性格の悪い芸能人を紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。